エミル・ウィングステッドは、スウェーデンのオリエンテーリング選手、ノルウェーのハルデン出身である。スプリント種目を得意とし、これまで出場した7度の国際選手権のうち6度で、金メダルを獲得しており、唯一優勝を逃した2010年も、銅メダルを獲得している。ノルウェーのホールデン SK に所属し、オリエンテーリング界を代表するリレー大会タイミラ。 では2006年と2007年の優勝に貢献している。前述の通りスプリント種目においては特に素晴らしい成績を残しているが他の種目についても好成績を残している。メダルを獲得する以外にもワールドカップでは2000年に総合4位になっている他発祥を収めている。ノルディック選手権においてもスプリント種目やロング種目で優勝経験があり、 スウェーデン国内のジュニア選手権、ノルウェー選手権、3選手権とも3度の優勝を果たしている。2002、2003、2005、2006年にはスウェーデン国内での年間最優秀選手にも選ばれている。アイフによる世界ランキング過去最高位は1位。ありがとうございます。